はい、どうもパチオです。今日はね、一面曇ってます。雨予報だったかどうかは微妙なんですけど、さっきね、ここまで撮影するのに来るまでの間にね、ちょっと雨がパラついたりもしました。まあなんですけどね、風もないんでとっても過ごしやすい陽気ではあると思います。暖かい感じですね。そしてね、僕が ここで撮影してるんですが、すぐ近くにね、グランドがあって、前もね福井県から来た、女子高生がね、ソフトボールをやってたんですね。なんでね、まあ、ひょっとして震災とかで避難してるのかなとか思ってたりはしたんですけど、実はね今日もね、あの福井県のナンバーのバスが止まって、今ソフトボールの試合をやってます。多分まあ愛知県の高校とやってるんでしょうけど、でね、今回はね、前回まではその学校名が書いてないバスだったんですけど、今回来てるバスね、学校名書いてあったんですよ。で見たらね、あの福井商業でした。福井商業の、まあ、ソフトボール男子があるか分かんないけど、まあ、女子ですねが、ソフトボールの試合を今そこでやってるという、愛知県でね、名古屋で、ちょっと不思議ですね。まあ、大きいグラウンドでやったりするっていうより河川敷のグラウンドでやってますからね。まあとはいえあれかな、昔あの国体が愛知県で行われた時にも、江南市の河川敷のグラウンドで普通に、どっかの代表チームが試合とかしてたんで、ソフトボールの試合は案外そんな感じなのかもしれないですけどね。なんとか球場みたいなの使えばいいのにと思うんですけど、はい。今日の話なんですけどね、車椅子の人がね、自分がここ、ね、映画館のここで見たいという話をして、で、まあ、それでいざこざがあって、で、まあ、映画館っていうのが、まあ、イオンシネマさんなんですけど、が謝罪するに至ったという話がありましたんで、まあ、その内容はともかくとして、そのなんか人に対してさ、なんか必要以上求める人ってどうなのっていう話なんですよね。話していきたいかなと思います。まあ、ことはね、車椅子の方がね、映画館に映画を見に行くと、でそうするとね、段差がないところに案内されるんだと思うんですよ。まあね、あってもスロープレベルの、映画館の中って階段があるじゃないですか。だからその入ってすぐのところにその車椅子用のスペースがあるのか、まあそれともね、まあちょっと進んでった真ん中の奥ぐらいのところにそういうね観覧スペースがあるのか、まあ詳しくまでは僕も知らないんですけど、まあ僕のおじいさんはね、昔映画館を経営してたことがありまして、まあ僕が生まれた頃にはもうタクシーのうんちゃんだったんですけど、廃業して、ということで、まあ映画館というのは僕にとって、まあそこそこ馴染みの深いというか、なんか親近感を覚えるものなんですけど、僕自身はね映画館ここ10年ぐらい行ってないんであれなんですけどね、昔の映画館にそんなもんなかったよなって、ドラえもんとかよく見に行ってたんだけど、逆襲のシャアとかね、小学校の時とか、まあそんな時にね、車椅子に配慮した席なんてなかったんで、まあ、今ねその車椅子の状態で見れる席があるっていうのはイオンシネマさんすごいなって僕は感心したんですけどね。だけどその車椅子の方は、いや、私はここの席で見たいですと。で、そこ段があって行けないけど、前はその映画館の、まあ、職員さんが、そこまで運んでくれたと。だから今回もそうしてくれと言ったらしいんですよ。で、だけどそこのイオンシネマの支配人は、いや今それはちょっとできませんと、まあ、どういう事情があったか分かりませんよ。そういう映画館で仕事してる人って別に普段力使わないから、そんなに力がなくてね、運べないっていう、人が少なくてそこに人数割いちゃったらね、そのもぎりとかできないわけじゃないですか、映画のチケットとか、その席とかのね、予約とかの管理とかもできないわけで、
だから人数が割けないから無理ですなのか、もう今そんなルールありませんから無理ですなのか分かんないですけど、まあそれでなんかいざこざいざこざあって、まあそれをね、X の方につぶやき、まあそれに対してなんか言ってくる人と賛同してくる人の間でけんけんがくがくのやり取りがねあった。まあそれに対して、あ、いや、そんなもんね、もう配慮された車椅子の状態で見れるスペースってのがあるんだ、でそこでいいがやっていう人もいるし、まあその配慮すべき義務があるんだからその配慮は しなきゃダメだろうっていう話もあって、で僕はね、まあ自分のことは自分でやるというのを、まあ、常日頃から重視している人間というのもあり、まあ健常者ですからね、車椅子のね厳しさっていうものを分かってないっていうのもあるんですけど、やっぱりそれはさ、人に何かやってもらうっていうのがもう当たり前になってるっていう段階でちょっと違うんじゃねえのっていうふうに思ったわけですね。今回の話だって別にその車椅子の状態で進んでって、そこから見れる場所があるにもかかわらず、いやそこだと多分見にくいなとか思ったんでしょうね。だから普通の席が欲しいと、という、まあ言ってしまえばその自分に対しての特例を求めたわけですねで前はやってくれたって、前が特例だったのかもしれないわけですけど、まあその特例に対してその特例を普通にしろと求めてくるわけですよ。まあそれはちょっとおかしいわけですよね。まあ世の中にはね、いろいろそのね、行き過ぎた、配慮を求める、風潮というのがありますね。僕はね、あったのはね、昔、指定席、僕指定席、座席指定権を持ってたんですよ。で、なんだけど、僕が行ったらね、指定席、まあ、前後ろ、4人組がね、その、向かい合わせにして、飲み食いして騒いでたんですよ。でだけど俺はそこの指定権を持ってるわから、だから、あ、すいません、そこ俺座席指定持ってるんでちょっとどいてもらえますかって言ったら、いや俺も指定席の権持ってるよっていう風に見せるわけですよ。でそれってのはさ、座席指定権を持ってないけどその指定席に座るときにさ、電車に乗ってから余計にお金を払って確保するやつで、どこの席に座って OK じゃなくて、指定席のそこの指定された席に座ってよしじゃなくて、空いてる指定席だったら座っていいよ権なのよね。なんだけど俺が座ってんだからっていうふうに言ってきた人間とか、まあ結局俺は突っぱねて駅員呼んでそいつどかしましたけどだいや僕指定席券で窓側を取ってるのにさ、その空いてるとこってのが全部内側しかなかったからね、そんなん嫌じゃないですか。まあということでね、無理くり駅員呼んでどかしましたけどあとなんか僕はね経験したことないんですけど、新幹線とかでね、おじいさんとかがね、グリーン車とかね指定席のとこ行って、席を譲れって言ってくるやつ、お前それ自由席でやれよみたいなやつですねそういうことがあるらしいという話はね結構ネットなんかで見てるわけです。席どこでもいいだろって思うんだけど、そういう人ってのはなんかどいてくれそうな人の良さそうな、それでいてめちゃめちゃいい席を狙うんですよねということがあってね、正直ね、そういう風になんか求めてるところのもっと上を求める傾向があるんですよね。まあちょっと前にね、自炊とスーパーの半額弁当どっちがいいっていう話で僕喋ったんですけど、スーパーのカツ丼が食べたいって言うんだったらそのお金払えばいいけど、袋ラーメンとかパスタでいいよって言うんだったら自炊の方が断然安いよねって、ということはその自炊とかどちらが安いじゃなくて、それを食べるのにいくらかけるかっていうところのお話だから、それは違うよねっていう話をちょっと僕したんですけど、今回の映画館の話でもそのこの席で見たいんだがもう入っちゃってるから、もうそれはね、配慮とかではなくてが必要ではないと思うんですよね。ただの欲求ですから。
で、例えばさ、車椅子の人ってそんなにいないと思うわけですけど、車椅子の人が10人来ました。で、ね、例えば最前列で見たいですってみんな言ったらさ、最前列に向かって車椅子持ってなのか、その人を担いでなのか、階段を降りてね、そこへ運ぶわけですよ。まあ僕はそのよっぽど太ってる人じゃなきゃ多分いけると思うんですけど、まあでも成人男性とか厳しいんじゃないかな。60キロを担げって言われると厳しいから。で、人間をさ、そのこの自分の前に抱えるみたいな感じで持つときって30キロ40キロが関の山だと思うんだよね。で、その階段をその2人とか3人とか4人とかで持って降りるってよっぽど大変だと思うんだよね。で、腰やると思うしさ、その健常者だってというふうで、他人に対してすごいリスクがあるわけですよ。で、それだったらまだいいんだけど、もしそこでさ、大地震がありましたとかで、この建物からすぐにお逃げくださいみたいになった時に、その人たちを助けるためにめちゃめちゃタイムロスがあるわけじゃないですか。10人ね、まあ例えば3人、まあ2人とか4人とかで担いで、その車椅子が置いてあるとこまでなのか、その車椅子を持ってその上までね、そのか、まあそれは最前列のとこにそのバリアフリーで行けるんならいいけど、まあだいたいね、その映画館の映画のね、入り口ってまあ後ろの方っすよね。最後列か、まあ真ん中よりちょっと後ろにあって、そこから上がったり下がったりしていくみたいな、まあそういうシステムだと思うんですけど、まあ僕イオンシネマに行ったこと多分一度ぐらいしかないんでどういう風だったかなみたいなことをね、ちょっと考えてるんですけど、結論は出ないですけど、まあ大体そういう風だと思うんですよね。こう段差があってさ、でその前の方から出入りできるよっていうのはよっぽど関係者のところぐらいしかないと思うんですよね。ということでね、まあそういうことがあったときに、その自分 で脱出することもできない、まあ人に脱出させてもらわなきゃいけないっていうような状況、どうなんだろうね、それを求めちゃうのって。いや僕ね、単純な話、人に何かをしてもらったらありがとうだと思うんだよね。何かしてもらうのが当たり前、配慮義務があるからとかそういう話じゃねえんだわってでその何かその都合があってできないとか、そういうことがあったってさ、何かお願いして、僕もね、人役所とか、まあね、店員さんとかに何かお願いすることたまにありますよ。まあ申し訳ねえけどこれやってくれねえかなって、あ、ちょっとルールでダメなんですっていう風になったら、あ、そうなんだ、申し訳ないね、無理なこと頼んでみたいな感じになるのよ。そういう風じゃねえの本当に今回の話もね、なんかやってもらうの当たり前みたいになってて、まあね、そういう風にな環境の人、よく背が低い人は強気な人が多いみたいなね、話あるじゃないですか。それと一緒でさ、そういうなんか自分がもう障害持ってしまって、いろんなことを普段からやってもらってるもんだから、何かそういうふうに他のやつが、配慮して何かしてくれるのが当たり前っていう状態になっちゃってねえかなっていうようなことをね、ちょっと今回は思ってしまったわけですね。まあこれをね、障害者差別って言うんだったらこれは仕方ないよね。あ、まあてかも、俺ももともとなんかレイシスト傾向にあるみたいだからね、別に階段登れって言って、階段の上り下りをしろって言ってるわけじゃないんだよ。階段を上り下りしなくても、そのちゃんと見れるスペースがあるんだから、そこでおとなしくしとけやって、なんで一手間他のやつにかけさせるんだって、お前は皇族か何かかっていうね。でか、皇族の人間だって自分で歩いてそこに向かおうとするよっていうそういう話なんですけどねはい、まあね、ちょっと割とそういう人に配慮するタイプの人間なんですけどね、まあ現実にいたら
なんだけど、やってくれて当然みたいなやつはもうなんかね、車椅子ひっくり返して、おい、自分で頑張れって言っちゃうかもしれない。あ、それは多分捕まる。はい、終わりにします。以上、パチオでした。バイバイ。